どうして指の感触だけでわかるのよ。なんかトモヤって怪しいな。うん、今坂さんは見てないよ。走らないと危ない時間だよ。早く早く。そういえばさ、昨日は本当にごめんね。本屋でのこと。知り合いにあんなところ見られたからちょっと恥ずかしくなっちゃって。でも、もし見かけるようなことを聞いたら教えてほしいな。ちょっとはね、意外と探すのも一苦労だし。別にいいよ。でも、やっぱりいいよ。自分の手でどうにか探してみるから。智也の気持ちには感謝してる。だけど、こればっかりはどうしても自分で探し出したいの。ううん、私自身で探さないと意味がないんだよ。ありがとう。寄り道でもしながら帰らない？ん？それなら私も残ってようか。用って何なの？
また大変そうなこと頼まれたね。人徳かどうかは知らないけど、とりあえず頑張ってよ。じゃ、図書室まで一緒に行ってあげる。何言ってるのよ。智也がちゃんとやるように言っとかなくちゃ。さ、行こうよ。どうしたのよ。え、智也に頼んだ人ってどこにいるの？図書室では静かにしていただけませんでしょうか。あ、ごめんなさい。どういうことでしょうか。すみません、忘れていました。二見さんが智也に頼んだんだ。はい。ということらしいです。は？そうなんだ。じゃあ二見さん、智也のことをしっかり使ってあげてね。はい。智也、ちゃんと手伝ってあげるんだよ。それじゃ、先に帰るから。どういうことでしょうか。三上くんが困っているようでしたので、とりあえずといった感じです。それは幸いでした。お礼です。一緒にテスト勉強してくれたお礼です。手伝ってくれませんか？本の整理ちょうど良いから、本当に手伝ってもらえませんか？
お願いします。はい、やっぱりないな。仕方ない、他のところも回ってみようかな。そうですか。そうですね、今の私には必要なのかもしれません。映画を見て、それからちゃんと原作を読んでみたいなって、そう思ってずっと探してるんです。でもなかなか見つからないものですよね。お願いします。やっと今週も終わったよね。本当だよ。あ、それじゃあお先に。うん、ちょっと用事があるから。それじゃね。ねえ、ともちゃん。今日は何の日か知ってる？今週最後の日だよ。で、これからどこか遊びに行こうって。
そういう話なの。用事って？教えてよ。そうなの？それなら聞かない。あんまりお父さんに迷惑かけちゃダメだよ。そうですか。いえ、いいんです。こっちの無茶に付き合わせちゃっただけですから。ありがとうございました。他を渡ってみます。ちょっとね。もう終わったよ。トモヤのおごり？じゃ、ちょっとは期待してるから覚悟してよね。今から一緒にショッピングでも行かない？せっかくの休日だよ。それに天気もいいことだし、ね、行こうよ。どうせこうして誘わなきゃ
野望って…ともちゃんが？別に。そうだよね。ともちゃんっていつも忙しいもんね。うん。できれば来てほしいんだけどな。ねえ、ともちゃん。ないか。じゃあ今日は諦めるね。うん、期待してるよ。こんなところでどうしたんだよ。よっ、奇遇だな。どうしたんだ。まあいい、ここで会ったのも何かの縁だ。ちょいと俺に付き合わないか。俺を信じてついてきなさい。あ、俺のこと信じてないの？とにかくついてこいって。
チャイムをしても出てこないから帰ってくるまで待ってたんだよ。お昼過ぎぐらいからかな。うん、そうするよ。お邪魔します。私と付き合う気ある？トモヤがもし私でもいいって言うのなら、私は構わないって思ってる。うん。どうしたの？そう、やっぱりまだ幼なじみの彼女のことが忘れられないんだね。どうして私がそのことを知ってるのか、そう言いたいんでしょ？いつか私がこの家に来た時のこと覚えてる？あの時智也が言ったことがずっと気になってた。その後、いろんな人から智也のことを聞いて回ったの。智也の昔付き合っていた幼なじみのこと。でも智也がまだその幼なじみのことを思っているのなら、私は。ごめんね。突然泣いたりするなんてずるいよね。この町に来る前ね、前まで住んでた町に恋人がいたんだ。そう、5つ年上の人。まあそんなに目移りするようなかっこいい人じゃなかったけどね。でも私にとっては違った人だった。普通に振る舞っているはずなのに、気持ちが高ぶって緊張したり素直になれなかったり。ある意味そういうところって
智也と同じような感じだったのかな。だからこそ私は智也とこんなに親しく話せるようになっていたのかもしれないね。そこのところは智也にちゃんと謝るべきことだって思う。その人ね、自分で映画を作るっていう夢があったんだ。自分の作った映画でどんな人でもいいから喜んでほしい、楽しんでほしい、そして感動してほしいって。私さ、その人に憧れちゃったんだよね、きっと。智也と初めて見た映画にその人の名前があったの。スタッフロールにその人の名前があって、その時私はただあの人に感嘆するしかなかった、はあ、この人は本当にここまで頑張ったんだなって。でも私はあの人に何も言える立場じゃない。だって私はあの人を、そうなんだろうね。会ってちゃんと謝りたいんだと思う。ううん、謝りたい。でも違わないよ。
そこまでしてもらう必要もないよ。今日はいきなり押しかけてきてごめんね。駅で。